その時、確かに誰かが私を呼ぶ声を聞いたのです。私は優子。普通の女子高生だった私は突然この無限界に呼び込まれたのでした。私を無限界に呼んだバリスの剣、その剣を頼りに私は何も知らない世界をさまよう。その力を使って長い間無限界を守ってきた幻想王女バリア、そしてその王女を捕らえバリスの力を手に入れようとする無限魔王ログレス、全次元崩壊の危機。それを救うには魔王ログレスを倒すしかない。バリスの戦士に選ばれた私はログレスの城を目指して旅立ちました。阻むログレスの魔物たち、そして ここで終わりよ、優子。レイコ、どうしてここに？あなたと同じよ、最も私の方が少し早かったみたいね。じゃあ、レイコも？ええ、でも今は違うわ。なぜ？クラスメイトじゃない。ログレスは私の全て。私を倒さなければログレスは倒せない。ログレス、許さない。